きりまるです。皆さんこんにちは、きりまるでございます。今回は今回の動画は久しぶりの毎日メイクイエベ大優勝バージョンでお届けします。というのもですね、最近私がハイトーンにしたんですけど、そのハイトーンに合うようなメイクにちょっと変えたんです。そしたらめちゃくちゃ最近メイクが好評で、教えて教えて教えてお願いっていう声がたくさんあったので、しかも明日髪の毛を染めるんですよ。やけんこの髪色が最後やなっていうことで、最近やってるイエベ大優勝メイクをやっていきたいと思います。よーい、ドン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 。今日眉毛がめっちゃうまく描けたんで、よかったら見てください。いろんなメイクのポイントとかも紹介してるんですけども、あの充電がもう充電がすげえなくなりそうなので、早速ということで、こっからはアフレコでお届けしていこうかと思います。明日ヘアケアをヘアカラーしに行くんやけど、プリンになってるのを気にせずということで始めていきます。わい、これはおなじみの、ずっとおなじみの洗剤化粧水を使っていきます。歯科系の化粧水最近好きでね、よく使ってるんですけれども、これはなんか無難で肌の負担もなくですね、絶対朝はさっぱり系の化粧水を使ってます。次、キャンメイクのこれは化粧下地ですね。結構真っ白い系のやつなんやけれども、これを顔全体に塗ってって、ちょっと塗りすぎには注意です。めちゃめちゃ白くなってしまうんで、これを全体的に肌になじませていて使います。安いし、ワントーン肌が白くなるし、なんか化粧のりも良くなるし、私的にプチプラなのにめちゃ良くねみたいな。ここで BTS 聞いておりましたね、この時は。ちょっと次、 V3 ファンデーション、こちらは大切な方にいただきました。いつもお世話になってる方にいただいて、めちゃですね、ちょっと待ってこのファンデは最近使い始めたんですけど、たまになんか荒れたりするんよね。やけんさ、ささっとメイク仕上げたいときはこのファンデーション使って、しっかり長時間メイクするときはランコムのリキッドファンデを使っております。これはね、塗るってよりパフでこうしっかり叩き込んであげることで、ツヤ感のある効果を発揮するらしいです。ポイントが最近この小鼻のところしっかりググッと叩き込んであげると、めっちゃ小鼻がちっちゃく見えるのでおすすめです。こんな感じです。あ、なんかごめんなさい。自分歯黄色すぎてさ、最近ファンで塗った後ってさらに歯黄色く見えて、よくこの顔をしております。ルーティンです。あ、出ましたね。きり丸の命とも言えるノーズシャドウです。これないと外に歩けませんわってくらい、私にとってノーズシャドウは本当に重要でして、描きすぎてねえですかってくらい、最初は濃いめに描いて後からぼかしていく感じです。私は鼻のね、先の先までしっかり入れた方が好き系女子なんで、ホタっとってくださいって描いたら、しっかりとぼかしてあげます。外側に向かってね、ぼかす感じです。そして鼻の下と鼻の穴の間、ここなんて言うんやろ、ここにもしっかり影を入れて、陣地を短くしていきます。それと一緒に唇の下と、最近はね、ここらへん、これ待ってね、これ最近はここ唇の上にも影を入れることによって、立体的になって唇の凹凸が出やすいからやってます。で、涙袋は影を入れる系はね、ここで全部済まして全部やります。で、私は涙袋を分厚めに作るのが好きなんですけど、しっかり描くとただのクマになっちゃうけん、目尻側をしっかり長めに描いて、濃いめに描いて、目の横幅を出しつつ、クマじゃねえんですよ、自然に涙袋出てんですよ感も出していきます。アイシャドウはずっと 3C を使ってます。もうこれしか無理やけん、これを使いよんってわけじゃなくて、なんかおすすめのオレンジシャドウとかあったらみんな教えてください。でね、ベースをしっかり塗るのがマジで大事です。涙袋までちゃんと念入りにね、しっかり塗ってあげます。あ、ここで出ましたね、ラネージュ。肌荒れ、唇が荒れやすくて干渉しやすいきり丸ちゃんはメイクの前に必ず塗るようにしております。で、これが前一回動画でも紹介したケイトのね、単色シャドウになります。めっちゃオレンジ、黄色って感じなんですけど、これを単体で塗るってよりは重ね塗りをすると目元をしっかり作り込んでくれる感とメイクの統一感が出て、私はすっごく最近お気に入りで使ってます。夏やしね、これくらい明るいシャドウ使っても目元が明るくなっておすすめです。そしたらメインカラーのオレンジです。オレンジメイク苦手な方は、こういう深みのある秋でもいけそうな感じの色を使うと馴染みやすくて挑戦しやすいかなと思います。で、涙袋に塗るときは全部塗っちゃうと地雷系の雰囲気になっちゃうけん、涙袋の影を描いた上にシャドウをのせていくようなイメージで最近塗るようにしたら、めっちゃいい感じになった。
言いたいこと伝わってなかったらすいません。で、やっぱり締め色も大事です。シャドウは単色はもちろん可愛いんですけど、私はちゃんと統一感のあるメイクにしたいから、細かいとこまでしっかりと塗ってあげます。三角ゾーンも締め色をしっかり塗ってあげて、全体的な統一感を大事にしてあげます。こんな感じです。で、これはもうずっと使ってて、今まではブラウンを使ってたんやけど、今回は髪色を明るくしたちのもあって明るめの赤茶を使います。ライナーもね、髪やメイクの色味に合わせてあげることが大事です。目尻だけに長く、太く結構長く描きます。そしたら B アイドルのラメを使います。ここの部分、このラメがめっちゃ好きで、濡れ感というか目尻を上品に見せてくれるから私はね使ってます。中心かな、全体的、あ、おいし、たらん、涙袋爆発アイテムつってずっと紹介し続けてるこの紙アイテムです。今まではアイシャドウについてるラメを指で塗りようってさ、結構めんどくさかったんですけど、これはスティックになってるけん、ピンポイントで塗れて、かつ涙袋爆発マージさせてくるるこしてます。よし、眉毛やけん、ここからガチで紹介していきます。ケイトのダブルライナーってあるじゃないですか、それを眉毛に使っていきます。私の場合、もともとの眉毛が薄くて生えてないところが多いので、そこを埋めてあげるように流れに沿ってサッサッサーってこんな感じで描いていきます。そうすると次のアイブロウのノリが全然違うくって自然な眉毛に仕上がるのでおすすめです。で、大好きな眉毛サロンのすみれさんに教えてもらったので、ずっと私はこの描き方をしてます。この工程が本当に大事です。そしたらね、今回一番紹介したかったですってくらい最近買ったものの中で一番お気に入りのピンクのアイブロウパウダーを使っていきます。これをね、眉用のブラシを使って目尻から濃いめにだんだん内側に向かっていくようにグラデーションを意識して描いていきます。そしてついこの前紹介した眉毛の動画の描き方とやり方は同じです。パウダーでもペンシルでも描き方は同じです。毛の流れに沿って描きます。ただパウダーの方がふんわり自然な眉毛に見せてくれます。あとこれはね、ピンクが入ってるからお顔がね、めっちゃ柔らかく見えて、メイクがふんわり見えて、マジでめっちゃくちゃおすすめ。これは買ってよかったなってベスコスに入れたいくらいです。で、ここら辺も使って内側をね、こうグラデーション意識して描いていくから、そうです本当にこれ買ってみてほしいです。こんな感じ、ふんわりした赤っぽいピンクっぽい眉毛に仕上がるから、脱色してる人は線でいいかもしれんけど、一応髪色と統一させるためにベージュ系の眉マスカラも塗っていきます。でね、あとめっちゃよくあるのが、ピンクの眉パウダーを持ってない方はね、こんな感じでアイシャドウでも代用できるし、私はオレンジシャドウを眉毛にふんわり塗ったりもします。眉毛とシャドウの色味を合わせるとめっちゃ綺麗なメイクになるので、やってみてください。ということで、チークも新しく最近買いました。チークみたいな色がついてるものってさ、シャドウ代わりになるのみんな知ってますか？私は頬骨が出てるので、頬骨を隠すように塗ると軽減、緩和されます。でもね、外に塗りすぎちゃうと顔というかね、こう目が離れて見えるから、これは後からまた解消させていきたいと思います。ほんのりオレンジチークでめっちゃ可愛い。セルボークやっぱハマるね。超可愛いです。こんな感じで、じゅわっとオレンジになっております。もうすでに統一感が出てますね。こんな感じで、この動画撮った時はまだビューラーしてるんですけど、つい昨日初めてね、マツパをしてきました。めちゃめちゃいい。これもまた今度紹介していきたいと思います。最近こういうね、部分的なちっちゃいマスカラを見つけて、これも根元とか外側とか細かいところに使ったりしてます。タツタレン、マスカラもオレンジです。こいつどんだけオレンジ顔に塗りたくるんかって思うかもしれんけど、まつげも統一感を出してあげることが本当に大事やと思ってます。このエトゥセは下地にオレンジがついてくれてるのが本当にありがたいんです。でもオレンジだけあったらやっぱね、漏れ感は半減しちゃうので、下地にオレンジを仕込んでおいて、その上からブラウンのマスカラを塗るっていう形でいつも私は使ってます。カールキープも半端ないし、めっちゃ綺麗にセパレートしてくれるので、すっごく重宝しております。こんな感じです。で、マスカラはヒロインメイクしか勝たん精神でずっとこれを使ってます。これはね、ブラシがちっちゃい限定のサイズなんですけど、全然普通のも使ったりします。これも落ちにくいから専用
のね、いつもリブバを使ってまつげは落とすようにしてます。うん。で、これだけで目元が垢抜けてね、自然光に当たるとオレンジがジュワーっと見えてめちゃくちゃ可愛いマスカラになっております。ということで、このやり方おすすめなんでやってみてください。はい、こんな感じでメイク完成しましたーって言ってます。ここから最後の仕上げでハイライトを使っていきます。友達にね、サンプレで3年前くらいにこれもらって、毎日使えるのにさ、一生なくならん。そこすら見えんもんってことで、鼻の付け根と先っぽにちょんちょんとつけていきます。でね、さっき言ったチークを頬骨に塗ったら、目の錯覚で遠心顔に見えるっていうことで、次は逆にハイライトを使って光がある場所、ここをね、立体的に見えるので、これも目の錯覚で目頭からこの C ゾーンに光を集めるとお顔のバランスがよく見えるのでね、やってみてください。チークを外に、ハイライトを内側に塗る。で、唇とこの顎のところにも塗って、あ、こうこれですね、塗って、唇のところにもしっかり塗ってあげると完成でございます。よし、おー、顔が完成してきた。アフレコはどうでしたでしょうか、皆さん。で、朝から喋る元気なくて、今日はちょっとサボってアフレコにしちゃおうって思ったけど、なんかメイクしながらだんだんテンション上がってきたんで、このまま喋り続けていきます。じゃあ大本命のリップいきます。でれん、こちらです。こちらです、マイロインクのリップを使っていきます。ということで、この前の動画みんな見てくれましたでしょうか。ついにキリマルがコスメブランドをプロデュースすることになりまして、こちらのリップでございます。本当にこのリップすっごい荒れにくく作ってるし、落ちにくく作ってるし、ツヤも長持ちするように作ってるけど、やっぱりティントだけいずれ乾燥してくると思うんで、最初にいつも絶対保湿リップを塗って、ある程度潤わせてから塗ります。なんか今の唇の色でも割とメイクに合うなって感じなんですけど、髪色が明るいし、最近オレンジメイクがハマってるんで、2番のビタミンオレンジ使っていきます。割とね、結構オレンジって感じなんですけど、なんか私的には縁まで全部塗っちゃうと結構パキって感じになるけん、縁はぼかして、で、ちょっとポイントがこのまま少し乾かして待ちます。今一度塗りで薄く塗って、こんな感じです。なんか私さ、上唇だけ沈着しにくいんですよね。定着させます、ちょっと時間置いてね。よし、じゃあその間に最後これを使います。エリクシールの水玉ミスト。これでメイク力のキープとツヤ出し。前紹介したマックのやつもすごい使うんやけど、最近オレンジメイクにハマってるからこっち使ってる。こうしてだけ押さえます。じゃないと浮いてしまうから、こんな感じでめっちゃツヤ肌になるんですけど、ま、ワンチャン夏やけんこんなツヤツヤせんでもいいかもしれん。汗に見えちゃうかも、テカリに見えがちかもしれんけど、私の場合はこれくらいツヤっぽくしちゃっても大丈夫。はい、一応メイクはこんな感じで完成しました。ここからね、髪の毛と服の色を変えるだけで一気にまた統一感が出るので、ちょっと見てていただきたいです。その前に、今マスク生活やからみんな落ちにくさ重視してると思うんですけど、今一回塗ったじゃないですか。それを一旦ねオフします。オフしても落ちにくいんですけど、一旦一回だけオフして、ナチュラルが好きな人は一回塗りでもいいかなっていう感じです。私のこのメイクも一回塗りでいいかなって感じなんやけど、みんなのためにこうやってね、重ね塗りした方が、こんな感じ、一回ティッシュオフして重ね塗りした方が持ちが良くなるんですけど、またガンってつけちゃうとパキってなるけん、私は中心部に塗って外側にぼかしていくのが好き。結構綺麗に発色してくれる。4色発売するうちの、普段の私なら一番使ってる使いやすい色です。しかも夏カラーにめっちゃいいかも。本当に顔色が一気に明るくなるから、一つ持っておくとすっごく使えるオレンジリップになります。別に今日はこのリップの宣伝のための動画っていうわけじゃ全然ないんですけど、多分この動画初めて見る人もいると思うから、一応7月3日に公式サイトで予約販売を開始するので、概要欄にサイトとか他の3色とか全部載っているので、よかったらそちらを見てください。ということで、メイクが本当に完成しました。こんな感じでーす。いつもね、アイシャドウだいぶ濃いなと思うんですけど、全体的なこう、すべてにカラーをつける。すべてに暖色系のカラーを入れてあげることで、顔がね、一気に統一感が出て、ほんとね、パッて見た時にすっごい顔色がね、明るく見えるので、イエベ大優勝メイクだと言いますので、よかったらやってみてください。ちょっとせっかくやから髪の毛と服も着替えて、もっとイエベ大優勝、キリマルになっていきたいと思います。ちょっとお待ちよー。
ということで着替えてきました。髪の毛を軽くセットしてオレンジメイクに合わせて久しぶりのオーバーオールを着てみました。これはスタイルブックの時に買ったやつです。中は分かりません、ごめんなさい。という感じで最近のメイクはブリーチして髪の毛がだいぶ明るくなったので、いつものメイクにもう少しオレンジ味と黄みを足した明るいメイクに仕上げています。なんかもう本当にブルベさん殺しみたいなメイクになってるんですけど、イエベの方よかったら真似してみてください。ブルベさんもメイクのポイントとか、なんか色味の使い方とかを真似していただけたらなと思います。本当にね、メイクのテクニックとかも大事やけど、最近本当にこんにちは、最近カラスが多くて嬉しい。なんか最近すっごい思うのが、垢抜けってなんなんやのって考えた時に、メイクがどんだけ上手だったとしても自分に合ってる色味とか髪メイク服の統一感が全然なかったりすると、どんだけメイクが上手でもなんか違うぞってなるなって気づいたんですよ。本当にああやけん本当に女子ってめんどくせえなーって思うんやけど、髪とメイクとお洋服の色味の統一感を合わせてみてください。それだけでだいぶ雰囲気が変わるから、友達からの印象とかがだいぶ変わるかなと思います。本当最近この23歳になってやっと気づいたのが、雰囲気作り、世界観って言ったらいいんかな、垢抜けに大切やなって思うようになりました。って言われても多分難しいやんか。やから自分が好きな世界観とか、自分が好きなモデルさんとかのお洋服とか雰囲気とか、なんか何もかも一旦真似してみるっていうのもめっちゃ大事かなと思います。ということで私の毎日メイクでございました。という感じでメイクはこんな感じです。私意外と YouTuber って思われがちなんですけど、元々は私インスタグラマーから始まってるんで、インスタはすごい頑張ってるし、写真もねたくさんいろんな写真を上げてるから、皆様よかったらインスタグラムのフォローをよろしくお願いいたします。遊びに来てください。もちろん YouTube も頑張ってるんやけど、主な活動はインスタグラムでやってるので、みんな見に来てください。本当に交流も全部インスタでやってるので、もう言わんけど遊びに来てください。ということで今日も喋りすぎたんで、もう終わりたいと思います。じゃあまたみんな次の動画でお会いしましょう。バイバイ。